こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、試験直前ということで最低限覚えておくべき敷金の承継についてご登録いただいた方全員に無料で解説動画をお届けするキャンペーンを行おうと思います。敷金の承継と聞いてどんな内容かわからない方、また今回の敷金の承継について対抗要件と関連していることが分かっていない方、ぜひ登録していただいて解説動画ご覧いただければと思います。私が受験生だった時、意外と解けなかった部分なんですね。何度も何度も復習して頭に入れた部分です。でもここでお伝えをする考え方を理解をすればすごく簡単に解けることができるので、ぜひ参考にしてみてください。登録方法は簡単です。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらの方からご登録ください。そうしましたら無料で今回の敷金の承継に関する無料動画をお送りさせていただきます。無料なので最後にぜひご確認いただければと思います。そしてあなたの宅建合格を応援しております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。